今回はですね、セブン編ということで、後ろにあるこの車 SA をインプレッションしてみたいと思います。ただね、実はこの SA という車、僕初めて乗ります。僕も結構いい年なんですが、さすがにここまで余力なくてですね、 SA ってなんじゃらほいって感じなんで、でまあいろいろ、まあ今話を聞いたら結構やばい、400馬力ぐらい出てる仕様だということなので、やばい仕様だということです。で路面は見ての通りウェット&霧なので、まあちょいちょいやばいと思いますが、まあでも乗ったことない車なんでね、ちょっと楽しんでみたいと思います。では行ってきます。とてもマイルドな乗り味で、俺何年前の車なんだろうな、その年式と思えない、その古い年式と思えないぐらい、サスペンションのですね、追従性が良くて、まあ、これはもうセッティングの賜物ですよね、きっとね。ギャップを乗り越えた時なんかも無駄に硬くしてなくて、すごい追従性がいい足がついてます。あとまあ400馬力ぐらい出てるということなので、がっつり踏んでみたいとこなんですが、なんか事件が起きそうだな。これ今減速帯の横を走ってるんですが、綺麗に、バンプを吸収してくれますね。ただやっぱステアリングラックがですね、もう今時の車じゃなくてですね、ステアリングセンター付近にすごい遊びがあるんですよ。今みたいにこうコーナリング中にずっとテンションがかかってるところなんかだといいんですが、ストレートになって切り返すところ、まあ、もしくはまあ直進走ってる時なんかでもセンターに結構遊びがあるんで、それちょっと癖があるんでね、慣れないと難しいです。でもそれ以外は車のコントロール性も良くてですね、これはちょっと乗る前とかなり印象が変わりましたね。割とおっかなびっくりで、なんか腫れ物に触るような車なのかなと思ったんですけど、全然そんなことはなく、本当今時の車と同じぐらい、あ、それ以上踏んでいける仕様になってます。しかし、まあ、この年代の車に今乗って思うんですが、
意外と車って進化してないなと思いますね。まあ、全て、まあね、部分では今時のパーツが、この車には使われているにしてもですね、まあ、ベースとなる部分は、まあ、当時のままですからって考えるとですね、なんかまあいい意味ではこの車は今時の乗り味に、変身してるし、悪い意味では、まあ、今時の車もうちょっとなんとかもっといいようにできなかったのっていうのを思いますよね。全然今現代の車に通用するポテンシャルを持ってますね、この車。まあ、最初あの車を見た時の印象とですね、乗ってみては随分変わりました。でいい意味で裏切られたかなと思います。このね式のね車なんで何も期待せず乗ったんですけど、乗るとまずサスペンションがかなり、仕上がりがいいですね。まあチューナーの味付けが一番だと思うんですけど、まあ、この年式の車でなんかいろいろやっても大して良くならないだろうとかって思ったんですけど、かなりそのギャップを乗り越えた時の追従性とか、落ち着きですね、車のっていうのは、良くてですね、こう今時の車よりいいんじゃないかっていうぐらい、完成度が高かったですね。でステアリングのこうセンター付近にすごいこのまあ遊びがあるんです。もうこれはもうなんか飛行的にしょうがないって言われてて、で乗った時はすごい違和感ありました。最初パッと乗ったらこう本当トラックとかバスと一緒ですよね、こう全然反応しないとこから、引っかかってからグッて入るっていう、なんかすごい違和感があったんですけど、まあ、乗ってしまえばしばらく乗ると意外と慣れてですね、後半には全然違和感がなくなってしまいました。だから前半のコメントでは気持ち悪いとかって散々言ってますけど、まあ、しばらく乗って何往復かして走ったら、これ全然今は気にならなく走ることができましたね。でエンジンはやっぱりこう うまくスワップしてあるなと思います。で、ロータリーなんで下の方はスカスカなのかなと思いきや、全然こう下のトルク感もだから街乗りの常用回転2000回転3000回転付近は普通に街乗りとして使いやすくチューニングされてて、でちょっと試しに、まあ、大したことないやと思って踏んでみたら、上はやっぱりパンチのある、結構凶暴なところがあるんで、本当ね二面性を持った車でしたね。はい、面白かったです。